ゴールド TV 第2部はプラチナです。コモディティインテリジェンスの近藤雅代さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、プラチナの話でございます。まず、はい、プラチナの最近の価格でございます。はい、直近の価格です。はい、プラチナの場合は日本の、金プラチナ価格は金とは違って横ばいですね。上のグラフですけれども、はい、横ばいで今3946円でございます。この左側に書いてある。ただ、ニューヨーク金は、まあ、横ばいですかね。1000ドル前後で、ちょっと1000ドルを下回ってまして、994ドルですね。金曜日の値段が994ドルでございます。はい、なかなか上がってこないです。まあ、今からお話しするのは、ちょっと中長期的な話なんで、まあ、これからプラチナ積み立てみたいなもので積み立てていくといいかなという感じのお話でございます。安いですからね、はい、現在ね。そうですね。はい。前回燃料電池が、これから、まあ、燃料電池が、なんていうかな、増えてきますよということはお話したんですが、その続きでございまして、はい。前回の結論は政府主導による燃料電池のプラチナ需要は2039年までに、今年の、自動車用プラチナ需要と同じぐらいが出ると。はい、それはもっと産業的に早まる可能性があって、2033年、うん、はい、これから11年後ですね、に、プラチナ需要が今と同じになると。それまでは下がっていくってことですから、まあ価格が上がるとしても11年近く後でございますので、先の話で今買っておくってことは、うん、貯めておく、安値で貯めておくということで、うん、今日はすぐ上がるという話ではございません。今仕込む時期だってことですよね。そうですね。特に積み立てみたいな形で1万円とかそんなもんで、ずっと買っていけばいい。僕はもう途中でやめちゃいましたからね、はい、プラチナはね。私もやめちゃったんですけど、でもしちゃったんですよ。また始めようと思ってます。そう。安いうちに買っとかないと意味がないんでね。うん、安く買って高く売るっていうのは基本の投資でございますから、ね、安い時に休んでて高くなってから買い始めたら遅いわけですよね。うん、だって私、2008年にプラチナほら前買い始めたんですけど、はい、5年ぐらいでやめたのかな。じゃああんまり得してない。うんうん。すごい儲かった。すごい儲かった。儲かった。一回高くなって、それから下がったんだな。その後、だからね、下がる前に。下がる前に。ああ、そう。それは賢いね。うん、ちょっと前はラッキーでしたね。全然何も分からずにやってたんですけど、うん、その時は。素人の方はですね、うん、長期投資が多いんですよね。毎日毎日、上がったり下がったりするのを当てるってほとんど不可能ですからね。うん、中長期でも、長期的には可能でございますので、長年買ってれば、何でもそうです。商品ってのは必ずどっかでインフレになりますから、うん、その時のために買っておいて、貯めていくっていうのは正しいと思いますね。うん、私も10年後に向けて。そうそう、これからプラチナ始めたらいいかもしれません。はい、だんだん増えて、後から燃料電池の特徴、うん、この解説がありますけれども、はい、燃料電池が増えてくれば、プラチナがどうしても必要だと。プラチナがどうしても必要なんだろう。ものが足りなくなるんじゃないかと。しかしまあ、鉱山生産はコストさえ合えばですね、資源にはことかかないということでございまして、まあ200トンぐらいのことですから、量的に少ないんでですね、それはまあ少ないからいいってわけではないですが、地中にはまだあるということでございます。ということで、これからもっと燃料電池車が今高いんですけど、問題は、ね、高いってことなんですが、それがどんどん、なんていうか水素時代に入ってくれば、コストは安くなってきて、うん、プラチナ価格も、まあ、まあ、量的にはどうしても使わなくちゃいけないんでですね、スケールメイト、が出てくると燃料電池そのものの生産コストは下がってくるだろうと。プラチナそのものはなかなか下がらないと思いますが、ということですね。ま、11年間で 93.3 トン加わると、現在までが、同じぐらいですね、現在の自動車用需要は。
ということでございます。90トン強でございます。はい。それで、ここに書いてあるのは、これからパラジウムよりもプラチナに変わってくるだろうっていう、いわゆる内燃機関のガソリン円じゃなくて、ガソリンとか軽油の、ディーゼルエンジン。ディーゼルエンジンってのは、まあ、なんていうのかな、自動車の、乗用車の方では比較的少なくなってますけれども、トラックとか大型車はどうしてもディーゼルが、排気ガスが大きいの多いんでですね、排気ガスの多いやつはプラチナで触媒を使うしかないんで、大型トレーラーみたいな、ものすごくアメリカのコンボイっていうか、その煙突が立ってるような、ちょっとトラックですね、大型トラックは、どうしてもプラチナが使われがちで、パラジウムでは、小型車はパラジウムでもいいんですけれども、大型車はダメだということですね。それから、プラチナの、まあこれは先ほど言ったということで、まあ、バッテリーについても、どうしてもリチウムってものが必要ですから、リチウムとかコバルトとかですね、そういったものが必要なんで、バッテリー車だって原材料は足りなくなる、供給が足りなくなる可能性があります。プラチナと同じ状況だということが書いてあります。それから、はい、まあ、それは十分でございますということですね。それから、水素新今後期。水素社会っていうのは、これ、まあ、後で書いてありますけど、現在の、例えばウクライナの危機ですね、ロシアからの原油が、後で原油の時で申し上げますが、原油、いわゆる化石燃料っていうものがどうしても二酸化炭素排出量の問題があって、風車の夜風力発電とか、他の太陽熱発電とか、発電の方はすでに、いろんな再生可能エネルギーに変わりつつありますが、でいわゆる天然ガスとか、原油もですね、少なくとも発電用は変わっていらなくなってくるだろうと。それからこの燃料電池につきましても、やっぱり原油のガソリンとか、触媒を使うとはいえ二酸化炭素を排出しますから、有毒ガスを二酸化炭素に変えるだけの話、要するに触媒によって一酸化炭素を二酸化炭素に変えてるだけで、二酸化炭素はガソリン車も、軽油を使うディーゼル車も二酸化炭素を排出しますから、どうしても C と H の塊である、化石燃料というものを使いますと、それを燃やしますと CO2 が出てきます。ですからそういった動きが加速して、非二酸化炭素ということになってきますと、燃料電池とか電気自動車が、バッテリー電気自動車がこれから重点的に増えてくるだろうと。まあ、皆さんが増やすわけじゃなくて、自動車会社がそういった社会的ニーズに応えなくちゃいけないというんで、自動車会社がそっちの方向に転換してくるだろうということですね。ということで、グリーン水素、輸送機関についても、グリーン水素はいろんな、例えばディーゼル車、汽車ですね。汽車についても燃料電池車の汽車が出てくると思われます。もうすでにバスは相当数、フィンランドとか北欧では、普通の市バスが全部、ロンドンでも2階建てバスが、燃料電池車だって、日本でも、いろいろ燃料電池車は出ております。FCM と書いてあったやつが、街中を走っておりますけれども。ということで、大型車は燃料電池に変わってくるだろうと思われます。まあ、ここにウクライナの話も書いてありますけど、要するに、水素化社会になってくるだろうということになって、まあ、長い目で見ると、こういった、脱化石燃料っていうのは大きくなってくるだろうということですね。はい。で、最後に燃料電池の仕組みについて書いてあるんですけれども、はい、ちょっと難しく書いてありますが。はい、難しいんですか？簡単に説明してください。まあ、そうですね。まあ、プロトン交換膜って日本なんか使ってる固体高分子型燃料電池という、うん、ちょっと名前を見るとこう難しいんですけども、次の後で見せますよ、で分かる通り、
酸素と水素をくっつけて、電気を起こすという、ね、水の電気分解の逆をやるんですけれども、はい、それを電極を使って、酸素と水素を反応させるということですね。はい、その酸素は空中から持ってきて何も燃料いらなくて、うん、水素はどうしても充填しないといけないと、うん、したがって水素ステーションが行って水素ステーションで車に水素を充填しないといけない、うん、現在の問題は水素ステーションもまず数が少ないということですね、はい、まだ今後増えてくるということですね。要するにここに書いてありますけども、このグラフの縦線細い縦の点々があります。これ4つありますが、うん、これがプラチナの陽極と、ま、うん、プラチナ属金属ですね。こっちが、陽極がプラチナかな、陰極が、はい、イリジウムとかですね、そういったものが使われます。いずれにしてもプラチナ属金属が使われますと、うん、イリジウムの方がずっとプラチナより高いんで、プラチナで代替することもありますが、いずれにしても触媒という特性、あるいはこの高温に耐える高温で、そのすごい激しい反応、酸素と水素がガッチャンコするという激しい反応がここで起こるわけで、こっちから水素、まあ、充填、これはもう水素ステーションから入れまして、こっちから酸素は空気から取り入れまして、これを合わせるとここに水素イオンとポコポコポコってできて、水素イオンから電気がこう、水素イオンがこう動くわけですね。そのイオンが動いて、反対、うん、イオンの動きの反対向きに電気が流れると、うん、イオンはこっち向きに、電気はこっち向きにということで電気が起こる、うん、そこで電気 が、はい、そう発電しますということですね。ですから燃料電池車はバッテリーとは違って発電所ですね、発電設備でございます。ですから日本中に発電設備ができるっていう話でございますね。うん、いろんなことが書いてありますが、まあ、熱と水のみしか出ませんので、熱が発生して水が出てくると、ここに水が、こっちは水なんですね、うん、ここが。だから、ポタポタと水が垂れる車になるということでございます。うん、それで、これから、なんていうかな、燃料電池とバッテリー車の違いは何だということでございまして、要するに、たくさん走るために燃料で、電気自動車、バッテリー車だと、大きな、バッテリーが必要なんですね。航続距離を伸ばすためにも、あるいはスピードを上げるためにも、性能の良いといっても限度がありまして、バッテリー車をたくさん並列処理する。ってことですね、たくさん乗せると重くなって、うん、ご存知のようにバッテリーってのは重いですから、はい、そういった重いものを車のそこに入れて走るわけですが、うん、そういったものがある限度でバッテリーの方は積載に限度があるということですね、うん、で一方燃料電池は一定の大きさで、動力源としまして、水素と酸素をガッチャンコすればそれ以上の大きさは必要ないんでですね、スペースとしては後で図が出てきますが、一定の大きさに車の下に入っちゃう大きさでおしまいでございます。うん、からこれですね、ここに、はい、燃料電池が入ってまして、ここに水素タンクが入って、うんうんうん、水素を後ろからパチャッと入れるわけですね。で、最初酸素は、だから、うんうん、なんていうかガソリン車みたいな感じで水素をブシュッと入れて、うん、水素が満タンになると自動的に酸素と反応して電気を起こって、ここに電気モーターがあって、モーターが動いた後は車のあれですね、車の設備でございます。これとこれだけが、まあ電池も電気モーターもそうですけど、この3つが燃料電池の基本的な仕組みでございます。そんなに難しいものではございません。問題点、利点と問題点、そうですね、うん、まあ高いっていうのは問題点だと思いますし、うん、そうですね、から水素ステーションがまだ少ないってことも現在の問題で、まあ、いずれアメリカとか中国ではたくさん出てきました、うん、もう500箇所以上ありますので、いずれも政府の政策によればが出れば問題点は解決します。燃料電池とバッテリー車は、例えば寒い時ですね、後で書いてあるから、寒い時は、まあ、書いてない、
こうか。燃料電池はバッテリー車に比べてはるかに軽量なんですね。ですから航続距離が長いですね。要するに重いものを積んでない。バッテリー車は、ね、航続距離を伸ばそうとしますと、どうしてもたくさん積む必要があります。ということと、まあ、バッテリーの充電ができないところもあると。それから、急速充電を繰り返すとリチウムイオンが劣化しますということで、まあ、バッテリーそのものもの問題もございますと。なるほど、長持ちしないんですね。そうですね。ですから何十年も使えるようなものではないと。そうそうそう、どうしても電気自動車はまだ、だんだん劣化してくるわけですね。それに対して燃料電池は高いですけども、イニシャルコストは高いですけども、中でもう一回やれば水素さえ補填していれば別に壊れるようなものではないということですね。はい、非常に仕組みがシンプルなんですよね。ということが書いてあります。これが、はい、まあ、さっきと同じようなものでございます。同じもので、これは前に置いてあるということですかね。うん、いうことでございますと。またもう一回やりまして。もう一回やるんですね。ありがたいことに。WPIC というところに、ワールドプラチナムインベスメントカウンシル、WPIC というところに、今お話ししていることは全部日本語で、つい最近日本語が出て、私が翻訳したのは、前週は翻訳したやつなんですが、今週はコピペでございまして、日本語で全部載ってます。大変長い資料ですけれども、まあそんなに、でも10ページぐらいじゃないですかね。日本語で全部書いてありますから分かりやすいです。はい。はい、以上 でプラチナおしまい。はい、終了です。でもやっぱりプラチナの魅力っていうものがまたね、浮上してきましたよね。将来的に大変伸びると思われます。うん、燃料電池っていうのは次世代の、これだけじゃなくて電気、電車もそうですし、燃料電池、はい、電車、それから、いわゆる、ね、化石燃料に代わるものは全部ですね。例えば船。船の重油の代わりに大きな燃料電池を積んで、水素で船が走ると。これも同じでございます。もうすでにできてまして。ですから燃料電池ってのは昔からありまして、100年以上前からありまして、ようやく日の目を見てる、花が咲きつつあるところですね。はい。これまでガソリンがあったんで、ガソリンとか化石燃料があったんで、それが安くていい、なんていうか燃料だったんですが、それがダメだ。二酸化炭素ってものは、世界中の人が二酸化炭素排出はダメだというコンセンサスができたってことは、大きな飛躍の、なんていうか、歴史ですね。そっか。再び注目を浴びてるってことなんですね。そうです。昔からあったものに、はい、CO2 の問題で新たに出てきたってことですから。なるほど。はい、非常に大きな歴史の流れを感じますね。はい、ありがとうございます。第2部プラチナはこれで終了です。はい、この後第3部で原油についてまた解説をしていただきますので、また引き続き第3部もご覧ください。よろしくお願いします。では一旦失礼します。